みんなキックザカンクルって知ってる？ちょっと今日キックザカンクルについて語りたいんやけど、まずキックザカンクル、ラッパーユニット、ラッパーユニットで3人で構成されて、1人がクレバ、クレバが一番有名な、今でもいろんなラッパーとコラボして曲出してたりするし、フリースタイルダンジョンかな、なんかバトルでめっちゃ強かったみたいな噂もちょくちょく聞きます。でもう一人がリトル、リトルっていう名前で、よくなんか東京で一番小さい MC とかいう歌詞がよくあるんやけど、すごい背がちっちゃくてそれを売りにしてるっていう。でもう一人が MCU の特徴としては、ゲームオタクやな。MCU のインスタ見たらわかると思うけど、すごいゲーム好きで、ほんまにゲームのことばっかり、ゲームとかアニメのことばっかりあって、すっごいオタクやなと思うけど、もう俺オタクとかめっちゃ好きやから、そういう何かについて熱心になれる人ってすごい俺尊敬するし、自分がそうやからすごいなんか共鳴するところがあるんやけど、ってことでキックザカンクルーは今ちょっと調べてみたら97年から2004年までしか活動しなくて、で2017年からまた活動し再開し始めるんやけど、その全盛期っていうのはその7年間しかなくて、ほんまなんかビートルズみたいな感じなんよ。そんななんか20年も30年もなんか老舗でずっとやってきましたみたいな感じじゃなくて、その90年代の後期から後半からほんまに2000年初期のほんまに最初のところまでしか活動してなかったっていう伝説的な。ほんでもうその時はだって M ステとかも出てた、 YouTube で見たことあるし、そういうの出てたぐらいやから、で自分の音楽興味ない親とかも知ってるぐらいから、すごい有名なやったやなと思う。で俺は2001年生まれやから、そんななんか子供の時に聞いてたとかではないんやけど、まあある機会があってハマってんな、最近高校生になってからやねんけど。でなんでハマ、俺がなんでハマったかっていうと、中学生の時に俺トリプレイが好きで、アイドルのトリプレイが好きで、でその流れからスカイハイが好きになって、そこからラップというものにハマって、でスカイハイが2017年にキックザカンクルーが活動再開した時に、なんかインスタかなんかで、おなんか嬉しいみたいなの上げてて、俺はスカイハイをフォローしてたから、あなんやこの人やと思って、なんか名前を聞いたことあるなみたいな、クレバ知ってるのみたいな、それで聞いてみた。そこからおキックザカンクルーかっけーっつって、ダサかっけーってなって、それでハマった感じじゃないけど、でキックザカンクルーの音楽としてはほんまダサかっこいいって感じなんよ。でもかっこつけるとこはちゃんとかっこつけるし、なんかラップの技術とかもすごいし、特にクレバは。でもかっこつけるとこはかっこつけて、なんかレペゼン意識みたいな、俺らは俺たちのこと誇りに思ってるぜみたいなスタンスやねんけど、ちゃんとふざけるとこはふざけるみたいな。なんか歌詞でふざけてるのほんま好きなんよ俺。なんか変な歌詞、変やけど、なんか上手い人じゃなかったらできないようなふざけ方ってあるやん。なんかそういうのめっちゃ好きで、ってことで、まあアルバムごとにおすすめの曲とか紹介していきましょうかね。それと同時に、まあその3人それぞれの自分の俺の好きなところっていうのを紹介していきたいと思います。まあこのアルバム紹介っていうのは俺が聴いてるアルバムだけやから、その全部網羅してるかって言ったらそんなことないけど、何にせよキックザカンクルーはその活動再開した2017年以降のアルバムしか、Apple Music とか Spotify で聴けへんくて、ストリーミングしてなくて、だから俺も高校生の時に TSUTAYA に行って全部 CD 借りて、それをずっともう擦り切れるぐらい聴いてるんやけど、まあ、パソコンに落としたけど、だから、まあ、純不動にはなりますが、まずこれね、グレイテストヒッツってやつ、これが俺が知ってる中では一番古い曲が入ってるアルバムで、もうこん中も90年代のやつやから、90年代のヒップホップ俺好きなんよな。なんかダサくて、なんか音とかもさ、いかにも古いっていう感じがしてさ、今の音楽じゃ味わえん。これはでこん中のカンケリな、カンケリっていうのが、この調べてみたら、このキックザカンクルーっていうグループの名前がついたそのきっかけにもなった曲らしくて、キックザカンクルーっていうのもなんかキックザカンやから缶を蹴るっていうことで、クルーはその人たちみたいな感じで、缶を蹴るやつらっていう日本語にしてはるらしいねんけど、本人たちは
だからこの缶蹴りっていう曲でその別々にあのソロで活動していた3人が初めてこれで一緒に曲を作って、そこからグループに発展していったみたいな感じらしいんだけど、この缶蹴りがなほんまによくて、もうなんかもちろんそのサウンド、あのトラックっていうの、ラップじゃないその音楽の部分もなんかノスタルジックな感じで、別に子供の時に聴いてたとかじゃないんだけど、すっごいなんか懐かしくなるような音ですごい良くて、缶蹴りなんかお気に入りのパートあったかな。ちょっと今ここにパソコンあって歌詞調べてるんやけど、あ、このフックがすごいキャッチーな、どんだっけ、目標を定め後ろ前見渡したならまずこの指止まれ、これちゃうっけ、あ、違うかったわ。その缶蹴りっていう曲、缶蹴り01とか02とか別のバージョンがあって、それがまたちょっとややこしいというか、まあそれもエモいパートではあんねんけど、まあ、オリジナルの缶蹴りだけのタイトルのやつが、フックが今日もまた沈んでく夕日、惰性という星に住んでる住人みたいな感じで、すごい覚えやすいよ。だフックが覚えやすいっていうのもキックザカンクルーのいいところ。やっぱ歌えるとこがさあった方がさ、ラップっていうのは馴染みやすいやんって感じで、この缶蹴りと同じそのグレイテストヒッツに入ってる高鬼、この2曲で MCU がすごいなんか変な歌い方というかラップの仕方してて、いつもは3人の中だったら一番声が低くて落ち着いてるってイメージなんやけど、 MCU はでもこの2つではなんかカバイカラカカルララ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 ラみたいな感じで、ちょっとなんかふざけたような声でラップしてて、俺それがめっちゃ好きなんやけど、だからこの2つの MCU のバースが全部の MCU の中やったら結構一番好きぐらい、うん、このなんかちょっとふざけてる感じが好きやな。んで、まあ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 全部いいんですけどって言ったらキリないんで、でクレバで俺が好きなところは、とにかくかっこいい、うん、カリスマ性があるよね。韻が硬いって言うんやけど、その韻を踏むのがすっごい上手だよね。上手って言われてるし、俺は少なくともすごい上手だなと思う。クレバのラップを聞いて、というかキングスカンクルのラップを聞いて、俺もラップしたいなと思って、ちょっと遊びとしてなんか自分でトラック作って自分でラップしてみたいな、友達とやってみたいな遊びも高校の時やってたりしたぐらいやし、で声がかっこいいしね、クレバ歌もうまいし、すごい声がかっこよくて、なんかいや俺がクレバだぜ、あ俺行くぜみたいな、すごいなんかいやいやいやみたいな前のめりな感じなのに、じゃたまにふざけるっていうのがそれいいよね。でねイツナローバっていう曲があって、これ有名な一番有名な曲の一つやと思うけど、ここのクレバのバースの太陽と地面正面衝突、今日も上がり当然、今日も抑えきれない冒険衝動、誰もが戻る少年少女よっていうバースがあんねんけど、そこがマジかっこよすぎて、そうもう聞いたらわかると思うけど、この正面衝突、当然今日も冒険衝動、少年少女っていう ONOO っていう母音で4つ連続で韻を踏んでるっていう、この歯切りの良さ、しかも意味も通じてるっていうね、なんかね、いつならばすごいエモいよね。でもう一つの、めっちゃ有名な曲スーパーオリジナルは俺らはこんだけオリジナルだぜみたいな、お前らに真似できんのかみたいな、そういう感じでお前ら真似事ばっかだろうみたいな、そういう結構攻めてる曲なんやけど、これの中のクレバのバース、出口がどこかわかんねえのにカテゴリーにはまるやつ断然多い、自分じゃない他のみんな反面教師にして目指せ本物のワンエノーリーっていうところがすごい好きなんやけど、まずこれどこで踏んでるかっていうと、出口がどこかわかんねえのにカテゴリーにはまるやつ断然多い、自分じゃない他のみんな反面教師にして目指せ本物のワン&オンリーやから、
あの唯一無二ってことだよね。この4つで安円多いっていう、このちょっと長めの、あの2文字とか3文字とかじゃない、この長めの韻を次々に踏んでいくっていうのがクルマの凄さでかっこよさなんやけど、でここなんかスーパーオリジナル、さっき言ったように俺らはどんだけオリジナルかっていうことを証明してやるぜみたいな曲やから、その文脈にすごい合ってんのよね。そのお前らカテゴリーにハマってるやつばっかなんやろみたいな、でもそういう奴らを反面教師にして One and only になっていくぜみたいな、それかっこいいよね。うん、かっこいいかっこいい。でまあクレバのもう一つ好きな曲としては、次のアルバム行くんやけど、これこれ赤いやつって俺は呼んでるんやけど、あ、グッドミュージックやね。グッドミュージックってこの赤いアルバム、これもねなかなかいいの多くて、ミッション1、ミッション2、ミッション3っていうちょっと短めの曲が間に挟まってんだけど、これがクレバー MCU リトルのそれぞれのソロの、短めの曲やねんけど、3人とも同じビートでそれで違うバースを蹴ってるってやつなんやけど、このミッション1がクレバで、このなミッション1のクレバのこのバースがもう段違いにかっこよくて、まあこれは聴いてほしい。なんかクレバのソロの曲やから、あのキックザカンクルーのカタログの中では珍しく、だからこれ聴いたらマジなんかクレバのかっこよさがねドーンとつなあの伝わると思う。あとはね All Night Long っていう曲、これはまあ個人的に愛着があるだけないけど、あの弟とね、弟結構年下やからさ、あのちっちゃい時とかよくお風呂一緒に入ってたよね。その時に一緒に流して歌ってて、弟がこのラップパートほとんど覚えるぐらい聞き込んだっていうので、俺はこれを聞いたらちょっと個人的に弟とお風呂入ってた時のことを思い出すんやけど、まあまあそれは置いといて、Good Music、 このアルバムのタイトルになってる曲、これがないい。サビがな、サビがくれば歌ってるんやけど、めっちゃキャッチーだよこれ。ラップ曲やのにキャッチーなサビがあるっていうので、これすごい聴きやすいと思うから、そのバースの部分もかっこいいし。 Good Music ね、止まらないで Good Music、 止まらないでずっと Good Music、 追いかけ近づいていくゆっくりっていう、ここでハーモニーもクレバが一人であの2つのハーモニーやってたりして、ソロもすっごい心地いいから聴いてみてって感じで、ベストアルバム2ってとこあるんだけど、これが他のアルバムと結構被ってるところがあるから、あの4曲しか俺はあのプレイリスト入れてないけど、この中にあのかの有名なクリスマスイブラップ、あの山下達郎やっけのあのクリスマスイブ、なんかよくわかるんけど、その元の曲をサンプリングして、あのサビはそのままでビートもちょっとなんかいじってサンプリングしちゃうみたいな感じで、そこに3人のラップ乗せたみたいな、うん、そういう曲、有名なやつがあったりとか、マジックナンバーね、これもマジックナンバーってアルバムあるんやけど、この中の同じタイトルのマジックナンバーって曲もすごい有名やし、マジックナンバーなんかな、ごちゃごちゃしてる感じで、なんやろな、夜って感じがするなんかな、俺的にキックザカンクルー気分夜なよななんか夜のちょっとおしゃれな、ちょっと光がそこら中で光ってるみたいな、そういう感じが個人的にはするんやけど、で DJ DJ っていう曲とかも、その3人があのラジオ DJ っていう役でラップしてるんやけど、これもなんか心温まる感じですごい優しくていいし。で次のアルバム、バイタライザーね。バイタライザーはこれもなかなかいいアルバム、ここにあのスーパーオリジナルってやつ入ってたりとか、個人的に一番有名なやなと思うマルシェが入ってる。マルシェはあの上がっての下がってのみんなはっきり言っとけ上がってってやつ、これ一番有名やろほんまになポジティブの塊みたいな曲で、でこのマルシェの中にこれ誰のバースかな、多分リトルやな、リトルのバースで、
何遍だってやってんだ、テンパってなって描ってんだ、 1000% の確率で未来はっていう、この 1000% っていう 100% の上の 1000% っていうワードが入ってるんだけど、こっからその2017年にキックサカンクルーが活動再開した時に最初に出した曲が 1000% っていう、こっから撮ってるみたいな、そういうつながりもあるんだけど、で今ちょっとリトルのバース紹介したけど、リトルの俺的な印象としてはなんか韻を踏むっていうよりはなんか同じ全く同じ響きの言葉でどんどんそれをなんか別の文脈に当てはめてなんかダジャレみたいにやっていくみたいな、すごいなんか歯切れがいいっていうか、その聞いててなんか同じ音だけを 連発してるみたいな感じで、これほんま分かる人には分かると思うんだけど、リトルはなんかダジャレが得意で、今言った七転び浮き沈みアップエンダウン、いえ何遍だってやってんだ、テンパってなってガテンダウンみたいな、あーでんあーでんあーでんあーみたいな、同じ音をどんどん連続していっていくみたいな。でもう一つリトルのダジャレラップで好きなのはあれやな、そのリトルのダジャレラップで俺が一番好きなところは、あのさっきも紹介したイツナローバの曲の徐々にしたいに終わった視界線、まだ何も終わっちゃいないぜ、 Once again so again 行くぜ、朝から朝まで朝までって、この朝まで、あの朝まで騒ぐぜみたいなところで朝までって2回言うんやけど、これがな歌詞朝までが2つ続いてるだけやねんけど、多分朝まで、ああサマーデーやと思うな、サマーデー夏の日、俺これ最初聞いた時天才かなと思ってこんなになんか意味も通ってるし、なんか気持ちいいダジャレってあんのかと思って、ダジャレでかっこいいって完璧じゃない、なんかすごくない、ダジャレってさなんか親父みたいな感じやん、なんかダサいやん、これそれがなんかこんなかっこいい文脈で使えてるっていうのがなんかグッとくるの、俺は。朝まで騒ぐぜと、ああサマーデーと、夏の日朝まで騒ぐぜみたいな、それが好き。うんでまあこのバイタライザーっていうアルバムでは他には、まあこのザ・テーマ・オブ・キックっていう最初のイントロみたいなやつ、これも聞いてみたらわかるけど面白い、これこそ遊び心やし、 What's your name とかも好きやし、この One Way っていうのもすごい、なんかギターが、いっぱいになってるトラックで、すごいなんか疾走感って好きやしって感じで、で2017年の、Kick Big Mac っていう復活アルバムね、これめっちゃいい、これはなんか俺っちの印象としては、メロディー多めかなみたいな、歌ってる部分多いかなみたいな感じで聞きやすくはなってると思う。ここではまあその3人ともね、2004年に活動休止して、そっからそれぞれソロでまた活動を続けた後の、再会みたいな、全員集合みたいな、この最初のトラックが全員集合って曲やねんけど、まさにそんな感じで、なんか今まで培ってきたものをもう一回おじさんになった今やるぜみたいな、だからこっからはなんかおじさん気なんやな、キックザンクルーので。もう一つ2022かな、つい去年にアルバム、上げてるから再開してから2個アルバム出してんねんけど、その一番新しいやつは正直まだあんまり聞けてない、全部聴いてるけど、そこまでなんか何がいいとかは見つけられてないかな。でもフューチャリング多いなっていう気はしてる。で、最近カメとピューマとフラミンゴっていうシングルをつい1ヶ月前とかに出したとこなんで、今もなんか現在進行形でどんどんカタログが増えていってるみたいな、そんな感じです。だから今からハマっても遅くないよっていうことは言っときたい。はい、ということで。ほんまにここで語れてなかったこといっぱいあんねんけど、とにかくそのカッコつけながらもふざけるっていうラップの面白さみたいな、日本語のラップの
俺の好きなところです。じゃあふざけ思いっきりふざけてる曲の例を出しておくわ。自由タイムとかね、グッドミュージック赤のアルバムから自由タイムとか、まあ、裏表もまあふざけまくってるわけじゃないけど面白い意味もあるな。パンク寸前のファンクも面白い。だからグッドミュージック結構ネタなんよ。でもしもとかもなんか面白いし、なんかふざけてはないんやけど、なんか、うん、なんかディープカットって感じで歌詞が面白い。あとみこしなんちゃやっけ、みこしロッカーズっていう曲もなんかいろいろ名前はちょっと正直わからんけど、あれやライムスターとかや、ライムスターとかをフィーチャリングしてて、なんか面白い感じになってる。そうやな、まあそんなとか、トリコとかも他のラッパーと一緒にやってたりするし、あ、ママセット、働きっぱってやつ、これなんか働き者のアリっていう謎の視点からラップしてんねんけど、俺たちは働き者のアリやぞと。なんか花が出てきたりとか、なんかバッタが出てきたりとかして、すごいなんかメルヘン、メルヘンなんかなんか面白い世界観ではある。うん、そうやな、そんな感じかな。とにかく面白い、聞いてて、うん、面白いし心地いい。なんかな、笑ってもんよ、その聞いててなんかちょっとクスってなってまうような歌詞を俺が、歌詞が俺は好きなよな。そんな感じです。すごいエモい気持ちになれる。子供の時聴いてたとかじゃないのに、なんか懐かしい気持ちになれるっていう、そういう良さがあるなと私は思っております。 Kick the Can Crew、 もし興味持ったら俺が今言ったなんかおすすめの曲からとかでも聴いてみてください。で、知ってる人ももちろんいると思うので語りましょう。コメントになんか残してください。バイバイ。